どうも皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。光のおじチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。昨日ですね、劇場版光のお父さん見ましたよ。見ました。こちらの映画は、まあ実話であるブログを、まあメディアミックスですね、して、まあドラマだとか映画だとかいろんなものがあるんですけれども、まあ、ちょっと脚色も加えられていて作成された映画なんですけれども、いや面白かった。こちら面白かったですね。まあ、どこまでが実話でどこまでが脚色されたものなのかは私はちょっとわからないんですよね。映画しか見ておりませんのでちょっとわからないんですけれども、いや面白かったですね。まあ、どういった映画かというと、まあお父さんが専務に昇進する、そういったタイミングで突然仕事を辞めた。そして単身赴任だった父が家に戻ってきました。実家です、実家に戻ってきました。実家には母と妹、兄、そして父の4人が暮らすことになります。そしてまあ父とのコミュニケーションなどがちょっとまあうまく取れない息子が、父のまあ考えていることだとかそういったことを知るために、ファイナルファンタジー14ですね、まあ、オンラインゲームであるファイナルファンタジー14とプレイステーション4をプレゼントする、退職祝いとしてプレゼントする。そしてまあ光の戦士、光のお父さんにする計画を立てます。それがまあ始まりであって、まあ、それ以降の話は見ていない方もいると思うのでネタバレはしないんですけれども、いや面白かったですね。単純にストーリーも良かったんですけど、まあ、笑える部分とかもあるし、まあ、FF14 のゲーム画面もふんだんに使われた映画になっておりまして、いやこれが面白い。 FF14 私ちょっとやったことないんですけど、 FF14 がめっちゃやりたくなりましたね。あのオンラインゲームならではの、まあ、チャットでの話とか、まあ、エモートを使ったコミュニケーションだとか、ああこういう風にバトルってするんだなっていうのも多少垣間見れて面白かったですね、本当に。そして何より、まあ、父と息子のそのゲームを通じてコミュニケーションを取り、そして父が徐々に実際に、まあ、変わっていくというか、本来持っている気持ちを表に出せるようになったりとかしていくんですけれども、まあ、その過程も良かったですし、まあ、ゲームがこうやって人と人をつないでいくのを、まあ、映画で見れたっていうのが、うん、なんかゲーム好きな私ゲーマーとしてとってもなんか嬉しい気持ちになったというか、ゲーム本来の楽しさっていうのが少しなんか思い出すことができたじゃないですけど、あ、ゲームっていいなって思えた、そんな映画でしたね。まあ、強い強敵を倒す達成感であったりとか、まあ、父と子が一緒にゲームをプレイしているシーンとかもあるんですけど、まあ、実際ね親と一緒にゲームしてる方もいると思うんですけど、私はしたことないですし、あ、こんな感じなんだなって、父と子がゲームを一緒にプレイするって楽しそうだなと思ったりはしたんですけど、あ、ゲームがつなぐ絆ってあるんだな、コミュニティっていいなって思った作品でした。まあ、いいところと悪いところはもちろんオンラインゲームとかあると思うんですけど、まあ、それ以外のゲームっていうものに対する、うん、見方ですね、まあ、それは何にでも当てはまるものであると思うので一概には何も言えないんですけど、いや本当ゲームっていいなって思わせてくれる作品でした。すいません、ゲーム大好きなおじさんがちょっと語っちゃいましたが、劇場版の光のお父さんはとてもおすすめの作品です。笑えるし、まあ、感動できるし、本当にいい映画だなと思います。ゲームが好きでも好きじゃなくても、まあ、好きな人はなんかこうより楽しめるかなと思うんですけど、そうじゃない方でも楽しめる作品だと思いますので、よろしければ手に取ってみてください。レンタルでも、うん、ありますし、配信もされているので見やすい作品になっているかなと思います。ということで今日のお話は劇場版光のお父さんの感想とゲームの楽しさを改めて感じた、そんな感想動画でした。じゃあね、今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございます。